ビル・ヘイリー、ウィリアム・ジョン・クリフトン・ヘイリー、ウィリアム・ジョン・クリフトン・ヘイリー、1925年7月6日から1981年2月9日はアメリカのミュージシャン。1950年代中期に起こるロックンロールブームの先駆者の一人。ヒット曲のロックアラウンド・ザ・クロックはロックンロールの古典として最も著名な一曲である。 1925年ミシガン州ハイランドパークに生まれる。幼少期に両親と共にフィラデルフィアに隣接するペンシルバニア州チェスターに移住した。当時、カントリーミュージックはスイングと共に地元ペンシルバニアでも非常に人気があり、ビルの音楽スタイルの基盤を形成した。10代の時、近郊の競売マーケットでの路上演奏により初めての収入を得る。 ギタリストとして、カズンリーバンドから1944年、ダウンホーマーズに在籍、北西部の巡業を行う。1946年、ダウンホーマーズ時代に最初の録音を経験する。1948年、地元チェスターに戻ると、自身のバンド、フォーエーセスを結成、ラジオ局、ワプエアに出演を始める。ジャック・ハワードとジム・マイヤーズが共同経営する。 カウボーイレーベルで、キャンディキス、ジョージ・モーガン1949年ヒットを含む2枚のシングルをリリースするもヒットには至らず、カウボーイ自体も少数のリリースの後消滅してしまう。その後、センター、キーストン、アトランティック等のレーベルを転々とするがヒットに恵まれず、ワプエアへの出演でここをしのいでいた。また、1950年にはバンド名をフォー a スから、 ザ・サドルメンに変更している。この都市ビルはフィラデルフィアでホリデー、エセックスなどのレーベルを経営するデイブ・ミラーと契約を交わす。最初の録音となったのはミラーの移行によりシカゴのチェスレコードからリリースされたジャッキー・ブレンストン、ジャッキー・ブレンストンのカバー、ロケット88が選ばれた。録音はワブエアの地下の石炭倉庫で行われた。当時、一般的に タブーとされていた白人による黒人音楽のカバーだったが、ミラーはこのレコードの宣伝にあたって、白黒人双方の購買層を狙うため、ビルが白人であることを伏せ、写真も使用しなかった。1万枚販売。当時ビルが出演していたラジオ局アップエアでは、ジャッジリズムコート、リズムの裁判判決という番組があり、そのテーマ音楽として、ジミー・プレストンレコードの経営者、アイバン・バランは、 ロックアラウンドに対して盗作の訴訟を起こしているはこう答えている。ある日女性のブッキングエージェントから2週間350ドルでの出演来を受けた。その雑ンバーという店でビルたちがロックザ・ジョイント演奏をし出すと観客はざわめき揺れ出した。当時誰も気がつかなかったがそれがロックンロール創造の瞬間だった。2週の契約が18ヶ月に延長された。 この年の9月には、バンド名を、サドルメンから、コメッツに変している。4月、クレイジーマンクレイジー、クレイジーマンクレイジー発売。ビル曰く、若者たちのダンスの時の掛け声に触発されて書いた、この曲は、1953年5月23日ビルボード誌、ホット100の最重2位を記録、最終的に100万枚を売り上げる。この時期から、 バンドの編成に、ドラムと、サックスは追加されロックンロールサウンドへ向かう。フラクチャード、ライブイットアップとバンドは上り坂にあった。ストレートジャケットのリリースをもって、エセックスとの契約終了。遺跡から、それぞれの思惑でっかレコードの A&R マン、ミルト・ゲーブラーの回装。ジム・マイヤーズから電話が来た。ビル・ヘイリーをご存知ですか私は答えた。もちろん。 クレイジーマンクレイジーは覚えているさ話を聞くと、ビルのエセックスからの遺跡先を探しているらしい。ぜひ会って話を聞かせてもらいたいしばらくすると、ビルとマイヤーズの二人がやってきた。現在エセックスではミラーが弦楽器のオーケストラに力を入れていたビルは礼遇されていこと、マイヤーズは自身が反権を持つ曲をビルに提供しても録音ができないことなどを語った。私はその ロックアラウンドザ・クロックという曲をデッカでの最初のセッションで録することを含めた条件で彼らと大筋の合意をした。デッカは6ヶ月前にアラディンへ移籍したルージョーダンのフォローを必要としていた。1954年4月1日デッカレコードと契約。その内容は年間4枚のシングルリリース、2000のラジオ曲 DJ へサンプルレコードの配布5、5%の印税。 その5万ドルの先払い、ビルボードとキャッシュボックスへの全面広告掲載が保証された優れたものだった。5月、ロックアラウンドザ・クロック、7月、シェイク・ラトル・ロールをリリース。後者は、ビルボードのポップチャートで最高7位の大ヒットとなった。シェイク録音の10日後6月17日に、ギタリストのダニーセ・セドロン、ダニーセ・セデロネが急死。フラニー・ベイジャー。 フラニー・ビーチャーが加入する。10月、初の出演映画となる、ラウンドアップ・オブ・リズム公開。3曲を演奏する。フラニー・ビーチャーは、ボブ・バーマンのインタビューで当時をこう語る。最初のセッションの時のこと、私は、ギターソロのパートで、ジャズのフィーリングでプレイしたところ、最初の4小節で、バンド全体の演奏が止まりました。ビルが私に言いました。それじゃ、 レコードが売れないよ。それからは、メジャースケール、超音階を強く意識して5度などのブルノートは使用しませんでした。175ドルでスタートした集休が300ドルまで跳ね上がったコメッツメンバーの給与形態は集休だった。それはバンドの稼働以下にかかわらず、支払われ演奏旅行の費用、ユニフォーム、機材の購入、そしてセッションごとのギャランティーは別途支給された。 当時これだけ稼いでいたミュージシャンは他にいません。私は3台のリンカーンコンチネンタルを所有していましたが、洗車をする必要がありませんでした。少しでも埃がつけばその車を下取りに出し、新車を購入できたのです。前年に発売されたロックアラウンドザ・クロックが MGM 映画暴力教室のオープニングとして使用され、 ビルボードチャートにおいて7月9日から8月27日まで8週連続1位と依頼ヒットを記録する。これをきっかけにアメリカをはじめ世界的なロックンロールブームが起こる。9月、ジョイ・ディアンブロシア、リック・リチャーズ、マーシャル・ライテルの3人がコメッツを脱退、ザ・ジョ・ディマーズ、ラルフ・ジョーンズ、アルレックスが加入。コメッツのベーシスト、マーシャル・ライテルは、 ロックアラウンドの当時の反響についてこう述べている。ビルの新車のキャギラックに乗って NY からボストンに、赴く、サイです。ラジオのスイッチを入れると、ロックアラウンドがオンエアされている。別の曲に切り替えてもやはり、ロックアラウンドが流れました。次のツボネ、次のツボネと、やはり同じでした。その朝の2分間だけで12のラジオ曲が、ロックアラウンドを放送していたのです。 ジャンボリーアトラクションがプロモートする中西部のパッケージツアーに参加。同行するミュージシャンの中に若い歌手がいた。コミッツと対照的にその若者のバックバンドは貧弱であった。ビルは彼にアップテンポの曲に集中すべきとアドバイスする。サンレコードに在籍するエルビス・プレスリーだった。10月、クリーブランドで二人は再会する。当時アメリカで、 最も影響力を持つ DJ ビール・ランドルを描いたドキュメンタリー映画クリーブランドのハーメルンの笛吹き中宅味な誘導者の意の中で使用されるコンサートのシーンの撮影のためである。撮影は10月20日の午後から夕方にかけてブルックリン高校で行われた。ビルとエルビスがオープニングアクトを務めパッド・ブーン、ホーラットも出演。これは エルビスの最初の商業映画の映像だが、当時の公開を除き未発表となっている。1月、CU レーターアリゲーター最高7位100万枚を超えるヒット、同月エルビスプレスリーが RCA ビクターからメジャーデビュー、ロックンロールブームが加熱し、社会現象に発展。ロックンロール外落論が起こる。一部の指揮者はこの新種の音楽を、 暴力行為のサウンドトラック、あるいは白人と黒人の分離を崩壊させるための動をと非難した。この一連のバッシングに対しビルは穏やかに反論している。ロックンロールは人種差別に対処するために役立ちます。私たちは黒人音楽も演奏します。白人と黒人が同じステージを共有し、パフォーマーが演奏している間、子供たちが並んで座って、 音楽を楽しんでいるのを見ました。子供たちが音楽を聴いているとき、トラブルには繋がりません。論争は、ロックンロール最初のメッセージソング、ティーン・ネイジャーズマザーを生み出した。この年、K9 曲をヒットチャートに送り込む。デッカの標準的契約では一枚のレコードの販売価格89セントから 3%2.7 セントがミュージシャンの取り分となる。 この年、ビルは、ジャック・ハワードと共同経営の形で音楽者出社を設立する。バリーブルック、アスキャプト、シーブリス、BMI、この二つの出版社が提供する楽曲をビルがヒットさせれば収入は倍増というわけだ。しかし自家製出版社が最高の曲を作り続けるのなら話は別だが、実際には10万枚しか売れない、ビルの曲より100万枚売れる他人の曲の方が、 はるかに有益だった。彼らは自分たちが半券を所有している曲しか録音したがらなくなった。と、ミルト・ゲイブラーも当時を嘆いている。1月、ジョー・ターナー、ラバー・アン・ベーカーらとオーストラリアツアーに出る。ビルは体調不良を理由にキャンセルしたステージに監視訴訟を起こされるなどしたが、3週間で33万人を集客する。2月イギリスツアー。 当時イギリスではヒステリーに近いロックンロールブームが起きており、トミー・スティール、ロニー・ドネガンなど、自国のスターが人気を博していた。イギリスにとって、初めてのロックスターの来訪に、サウザンプトンからロンドンまで特別列車が用意され、ワーテルロー駅、英語読みは、ウォータールーに4000人のファンが押し寄せた。メディアは、第二のワーテルローの戦いと報じる。 国外ツアーの盛況とは裏腹に、レコードのセールスは低下していた。前年9月、ラズルダズル、最高15位が最後のトップ20となっており、停滞ムードを払拭すべく試行錯誤が始まる。古い世代を意識した LP、ロッキンオールディーズ、海外での知名度に当て込んだ LP、ロッキンアラウンドザワールドが制作される。だが、シングル、ビリー・ートが最高60位を記録して、 早々と、チャートから姿を消すとき、ブラウン管の中では、ジェリーリー・ルイスが、ホールロッタ・シェイキング・オイン・オンを演奏、新たなロックミュージックの定義を主張していた。8月リリース、ディプシードゥードルは、チャートインしない初めてのデッカシングルとなってしまう。時代は彼らの前を足早に通り過ぎようとしていた。58年4月、スキニー・ミニー最高22位のヒット、同年秋。 ヨーロッパツアー。10月26日、西ベルリンのスポーツパラセットでの公演中、暴動が起こり多数の怪我人、逮捕者が出る。翌日、カテリーナ・バレンテ主演の映画に出演。58年末、ビルは2つの問題を抱えていた。IRS、米国国税庁は、ビルの所得税率を50%とし差し押さえを、開始する。課税の対象外となる。 海外市場に目を向けるのは当然のなり行きだった。そしてもう一つは、ビルが資金を投資し、マネージャーのジム・ファーガソンに運営を任せていた、製鉄所、予約代理店、スタジオ、アートギャラリーなどすべての事業が破綻をきたしてた。これらの問題を解消させるであろう、ヒット曲が思うように出ない。スタイルチェンジの必要に迫られたが、プロのソングライターではない彼らはすぐに、 アイディアが枯渇して死ぬ。以下ゲーブラー団。私たちができた唯一の変化といえば59年にジョーイズソングをヒットさせカムバックした時だろう。当時、年配の購買層に人気があったビリーボー音楽団のようにギターとサックスのハーモニーを持たせた。ビルは最先端のロックシーンに追いつくことは難しくなっていたので、私はその方向へ行こうを思った。しかし、 以降レコードのセールスはアメリカ、イギリスともに低迷し再びヒットメーカーとして返り咲くことはなかった。その理由としてゲイブラーはエルビス・プレスリーなど若いロックスターの台頭、ビルの自分の音楽への個室、ロックミュージックの急激な進化を挙げている。1959年デッカレコードとの契約終了。1960年ワーナーブラザースへ移籍。 翌61年メキシコへ移住、オルフェオンと契約。フロリダツイスト、ツイストエスパニオールのヒットを脱出動国にツイストブームを起こす。60年代後半ロックンロールリバイバルの機運が高まり再び脚光を浴びる。1970年代、ヨーロッパや北米など海外での公演を中心に活動。7九年十一月十日、英国、ロイヤルバラエティパフォーマンスにおいて、 女王エリザベス2世に拝謁。80年ブラジルツアー直前に脳腫瘍と診断される。1981年2月9日死去。去年55。ロックアラウンドザ・クロックは、ロックンロールの最初で最大のヒット曲とされ、ギネスワールドレコーズの認定によれば、世界中で通算2500万枚、推定を売り上げたとされる。1987年に、 ロックの殿堂入りを果たした。4A セス、サドルメイン、コメッツの主要メンバーを加入順に紹介する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。